皆さんこんにちは。新宿津軽三味線琴教室指導小山光山です。本日は歌の橋本弘樹先生と津軽あいや節弾いてみたいと思います。 Hello everyone, I'm 光山小山。 Today I will play 津軽あいや節 with 弘樹橋本。Thank you.
がとうございました、この津軽アイヤ節ですけれども、これはどういった曲なんでしょうか。はい、アイヤ節というのは、元は九州のハイヤ節という曲が、原曲だったとも言われておりまして、このハイヤ節はいろんな民謡のルーツになったとも言われております。この青森県に来た時にはアイヤ節という曲に変化を遂げたんですね。津軽民謡というとやはりジョンガラ節有名ですけれども、それと同じくもう人気の高い曲がこのアイヤ節だと思います。中でもいろんな歌詞になぞらえてですね、こう歌を当てはめて歌う、そしてそれぞれの節を強調するというとても個性の光る曲になっております。したがってちょっと人気があるんですけれども、歌い方が少し難しくなっておりまして、ジョンガラのまたリズムの取り方と違うんですね。そして特徴的なのはあとかいとかこういった一文字一文字が長いんですね。その中で節を回して、そのテクニックを、誇示するというね、そういった技巧が凝らされているのがこのアイヤ節ですね。なので、まあ、覚え方も人それぞれなんですが、私の場合はさすがに聞いていただいたようにあとかいでちょっとどこでどういうふうにリズムを取るのかって正直、難しいんですけれども、私の場合はこのように取りましたね。あいやってこういうちょっとねざっくばらに噛み砕いてしまいましたけども、このような感じで、うんたったうんやいやだってこういわゆる三拍子というんですかね、それを文字で当てはめて、やるという、技巧が一番まあ覚えやすいというんでしょうかね。この曲はあの半音と全音とね、2パターンあるようでございますけれども、そうですね、はい、まあ、また半音はまたちょっとこう簡単に言うと、まあメロディーが明るいかちょっとね、暗いかというとね、そういった、まあ、陰と陽のような、イメージなんですけれども、まあ、元はその半音のアイヤ節というのが元歌だったとは言われておりますけれども、この全音が、まあ、一番アイヤ節としては今メジャーな人気の高い曲になっております。歌い方もそれぞれありますけれども、節の長さがちょっと違ったりとかね、いろいろあるんですけれども、今、お届けしたのは、まあ、一番、まあ、分かりやすくというか、ポピュラーなアイヤ節を、お届けいたしました。はい、それでは橋本裕樹先生ありがとうございました。ありがとうございました。